のでだいぶ敵の注目が集まってる。そのまま陽動よろしく。暴れ回って敵の注意を引いてくれ。みんなは作戦通りに。ジョーカーが突っ張ってる間に頼んだ。了解、サーチライトを任せたね。俺たちはハッキングのサポートか。ええ、まずはゲート周辺の安全を確保しましょう。いいぞ、金で金で切りまくれ。敵が集まってきたな。やっちゃえジョーカー。敵の目はジョーカーに釘付けだ。いい感じ、そのまま続けて。あのカスを一人で。さすがはジョーカーだ。メガネじゃこうはいかないね。何が持ってきたのか。みんな状況は？サーチライトの真下に到着。いつでも行けるぜ。こっちも距離が測れない。行動がうまくいってるみたい。ジョーカーに向けて。ルビー、ハッキングするなら今よ。了解。じゃあモナ、ナビ交代だ。こちらを任せろ。信じるなよ。ジョーカー、陽動から戻ったぞ。作戦うまくいったみたいだな。おう、ソフィーもお疲れ。あとはアリスの城に突入するだけだ。ここからが本番だ。シャドウを片付けて705に突入するぞ。いいものがあるな。それ攻撃に使えないか。いけるぞ。
シャドウの全滅を確認。よし、これで邪魔者はいなくなった。火災機も開いたぞ。今のうちに潜入だ。おや、これは怪しいな。いいものを拾ったぞ。はい。消えてる。陽動作戦はうまくいったようね。一気に敵の懐に飛び込むよ。シャドウの気配がする。もっと警備が残ってたが、手早く倒して先に進むぞ。終わりだ。ふん、敵がかわいそう。ここのサーチライトまだ生きてる。これくらいなら朝飯前だ。かわして進もうぜ、ジョーカー。兄弟に気をつけろ。速攻でやりましょう。じゃあやっちまおうぜ。あっという間だったな。うん、次も頼むぞ。アリス様の王国を荒らしたのは貴様らか。アリス様の平穏のためこれ以上先には進ませんぞ。こいつ強敵だ。みんな気をつけて。次はアクション。ジョーカーかっこいい。今だ。戦わさせ。このまま行こうぜ。火炎効けないし、こいつ強敵だ。慎重に行け。バイバイ。強敵撃破、さすがだな。もっと我が輩を頼ってもいいぞ。ガッツ撃シャドウ消滅。倒せたね。先に進もうか。ここから城に入れそうだ。王城に潜入したら一気に上まで駆け上がることになる。準備はできてるか。よし、行くぞ。よし、潜入成功だ。お宝に似た匂いはこの上の玉座の間から感じる。行くぞ。ロックがかかってるな。解除スイッチがないか探してみてくれ。見える。よし、研ぎ澄ませ。あれは見える。侵入者だ、捕らえろ。アリス様に逆らう不届き者め。シャドウ出現、囲まれてる。なんだよ、そういうトラップか。もうしつこすぎ。エレベーターは動いてる。到着するまで踏ん張って。さすがはリーダーだ。さすがジョーカー。紙一重だ。飛ぶか。
役に立つよ。今だ、エレベーターに乗り込め。シャドウの反応、まだ来る。敵も本気を出してきたってことだな。もうかなり登ってきたけど、屋上まであとどのくらい？あの扉の奥が階段になってるはずなんだけど。侵入者め、王の間には行かせんぞ。アリス様に逆らった罪、その身で償うがいい。早速乗り込もうぜ。で、開かねえのかよ。この扉から上に行けるのは間違いないんだけど、もしかして外から登れたりしないか調べてみてくれ。はっ。なんとか行けそうか。行けるとこまで行ってみよう。お宝らしき匂いはこの上だ。このまま屋上を目指すぞ。お宝らしき匂いがするのはここだ。気を引き締めろよお前ら。しかしこれは鳥かごか。どうしてこんなものが。アリスはどこだよ。いないみたいだけど。あ、ちょっとあれ見て。あれは
お宝か。いや、我が輩の知ってるお宝とは全然違う気も。あ、みんな隠れろ、シャドウだ。あいつらあそこで何を。願いは運び終えたか。はい、ひとまずこれで全部です。まだまだ人は入ってくる。逃がさず願いを奪い、ここに集めるんだ。承知しました。おい、あれって、あれは願いか。ああ、あん時見たのとそっくりだぜ。宝石みたいなのが願い？なんかモヤの中に吸い込まれてたけど。間違いねえ。あそこに見えてるお宝らしきモヤ、あれが願いだ。あれが。確かにアリスが集めてるとは聞いてたけど。つか、さっきまで宝石だったろ。なんであんなモヤみたいになっちまったんだ。これはあくまでも我が輩の推測だが、あれが本来の願いの姿なんじゃないか。人間の願いにはもともと形なんてないからな。それを大事なものだと意識するから、宝石みたいに形をなす。願いを奪われた奴らが奪われると意識したから、願いが宝石になってたんだ。じゃあなんであれはまたモヤに戻ってんだ。願いは奪われたままだぞ。この鳥かごに収められてアリスに所有権が移ったんじゃないか。だがアリスはあれを奪われるとは思ってない。だからモヤ城に戻ったんだ。そういうことになるのかしら。とにかくあれを奪って解放すれば、人々は元に戻るかもしれない。ああ、やってみる価値はあるな。待て、あんなモヤモヤどうやって盗む。予告状ってなんだ。あのモヤモヤを実体化させるための手だ。持ち主にあれを奪われると強く意識させる。そうすれば形をなすって寸法だ。そのために予告してやるのさ。お前の大事なものを取っちまうってな。なんとなく把握した。でも前みたいにうまくいくのかな。ここはパレスじゃないんだし。打たぬ鐘は鳴らぬだ。まずは実行あるのみ。とりあえず今は潜入ルートだけでも確保しておきましょう。よし、一番乗り。デイツーだ。大丈夫？今のは一体。なんかバリアみたいなの出てた。また通せんぼが。今何かが聞こえた。ソフィー、話しかけないでくれる？何、男子に色目使ってんの？あいつってさ、ほんとネクラって感じだよね。わかる、ジメジメしすぎみたいな。違う、私は。なんだよ今の。みんな聞こえたよね。キングが隠してる記憶。ソフィー、大丈夫なのか？問題ない。それより分かったことがある。今の記憶がこの扉を開く鍵だ。鍵？この鳥かごには鍵がかかってる。本当だ、どうしてあんなものが。開けるには鍵がいる。今の声がした場所、秘密の部屋にある。でもここからは入れない。一度現実に戻らないと。現実に？なんでだよ。部屋は隔離されてる。入り口は現実にしかない。なことまでわかんのかよ。それお前の能力かなんかか。わからない、ただ感じた。もしかしたらこの鳥かごの扉は
キングの心の鍵で守られてるってことかもな。モナちゃん？ソフィーの言う通りなら、さっき聞こえたのはキングの記憶、重要な記憶の断片ってことだ。その記憶がキングの心の鍵となってこの扉を塞いでるんじゃねえかってな。重要な記憶、鍵なら見つからないように隠すのも当然だろ。理屈としてわからなくもないが、そんなことがあるものなのか。いや、今のは我が輩の予想だ。こんなの初めてだからな。もしかしたらそれもパレスとジェールの違いなのかもしれないわね。その秘密の部屋、ここからじゃ行けないんだよな。そうだ、現実でその場所を探さないと。それってどこなんだよ。そこまでは分からなかった。さっきの声と関係のある場所なんだよね。うん、なんかいじめっぽい感じしなかったか。男子に色目、学校かな。そうかも。冴えてるな、パンサー。私も学校で似たようなこと言われてたから。パンサー、そうするとアリスが通っていた学校に鍵があるということかしら。その可能性が高い。よし、一度現実に戻って調べようぜ。予告もしなきゃならないしな。忙しくなりそうだぜ。おかしいな、何もわからん。え、芸能人の通ってた学校なんてネットですぐに出ない？そう思ったんだけど全滅した。裏情報も該当なし。あるのはファンが妄想で書いたフェイクばかりだな。いくら解明してたって痕跡ぐらいありそうなもんなのに。双葉でも調べられないとかあんのかよ。不自然に情報が消されてるんだ。こりゃ誰かが意図的に隠してるな。意外なところでつまずいたな。アリスの学校がわからなければ隠された部屋とやらも見つけようがない。でもネットの情報を全部消すとか普通できなくない？何か他に調べる方法は。まこちゃんのお姉さんに調べてもらうのとかどうかな。元検事の弁護士さんならあまり表に出ない情報も手に入るかなって。おう、いけるかもな。頼めないか、まこと。それはいいけど、なんて説明したものかしら。個人情報は保護されるべきものだし、そう簡単に許してくれるとは思えないけど。まあ意味わかんねえよな。アリスの通ってた学校調べてくれとか。下手したらこっちが尋問されるぞ。答えなさいって。なるほど、ヒイラギアリスの学校ね。お前はこの前の。うさんくさい刑事。刑事っつうか公安な。つうか別にうさんくさかねえだろう。いや、臭いのか。はい、とっても。えらい言われようだな。つうか笑顔で言うなっての。なんか用かよ。そう、邪険にするなって。お前らを助けに来てやったんだぜ。助けにって。ヒイラギアリスの母校が知りたいんだろう。こんなところで話してると筒抜けだぜ。ヒイラギアリスについてはどういうわけか情報が少なくてな。特にデビューする前のことはきれいに消えちまってる。で、困ってるであろうお前らをこの俺が助けに来てやったってわけだ。公安の俺ならアリスのことを調べられる。どうだ、協力してほしいだろう。あ、いいっす、自分らで何とかするんで。うん、もう少し時間くれれば必ず見つけてみせる。でな、俺の力が。ってちょっと待て、せっかく協力しようってんだぜ。ありがたく受けとけって。ごめんなさい、警察は信用できないんです。だから笑顔で言うな、笑顔で。なあ、分かったよ。まずは信用を得るところからだな。ヒイラギアリスはお前らの先輩だ。厚生高校か。
ん？ああ、いや、お前以外の先輩だ。囚人学園？こいつは貸しにしとく。ちゃんと返せよ。行っちまった。敵か味方か読めない男だな。つかなんでアリスの通ってた学校知ってんだよ。警察もアリスをマークしてるってこと？ありえるな。だとすれば一応信頼には値する情報ということね。まあ試してみるしかねえか。学校からなら隠し部屋に行けんだろ。そのはずだ。グニャって中に入れるはず。了解。グニャっとな。とにかく現地へ向かいましょう。話はそれからよ。ああ行ってみるぞ囚人学園に。時間だぜ。そうだな。それはそうと、いいか？